イスラル、エアーバス A320T、電話アビブ、ベングリオンイズレール航空は、イスラエルの航空会社。イズレールと略されることが多い。国内定期便や、ベングリオン国際空港からの国際チャーター便のほか、イスラエル国内の主要空港からの、航空タクシー業務や VIP の輸送も行っている。イスラエルでは、LR 航空に次ぐ2番目に、 大手のキャリアであり350人余りのスタッフを抱える。企業にあたりモデルとなったのはアメリカの格安航空会社であるジェットブルー航空であると言われている。イズレール航空はカンファ・ヒエミックとして1989年に設立され、1996年に今のイズレール航空の名前になった。現在はガンデングループの子会社。 当初は、テルアビブハイファなど、北部の都市を中心に、国内線を運行していたが、1999年に、国際チャーター線に進出し、ヨーロッパ全土の他アジアやアフリカ、北、アメリカにもネットワークを広げていった。2004年には、ニューヨークのジョン・ F ケネディ国際空港へ進出し、2006年には、米連邦航空局とイスラエル政府から、 定期便への移行の許可が与えられて、ニューヨーク線を開設しているが、燃料価格の高騰とアメリカ経済の減速による乗客の減少で2008年9月に休止する。2007年初頭、イズレール航空は機内に、モーセゴシを常備すると発表した。これは、ユダヤ人乗客の祈りに対する配慮であったが、当時イズレール航空の最大のライバルであった、エルアル航空が、 ユダヤ教の安息日にイズレール航空が航空便を運航することに対して強い不満を表明していたため、それに賛同したユダヤ人顧客が LR 航空に乗り換えるのを防ぐための作戦であったと考えられている。また2007年後半には乗客が座席や仕事のスペースについてイズレール航空が古代広告をしているとして訴訟を起こし、再び話題となった。 2001年6月、ベングリオン国際空港に着陸した航空機が激しい着陸により機体が潰れるということがあったが乗客は全員無傷であった。2005年7月にはニューヨークのジョン F ・ケネディ国際空港で DC-8 貨物機が離陸しようと加速している最中にイズレル航空機が正面方向から滑走路内に侵入し DC-8 貨物機が フルスロットルで加速、離陸することで、イズレール航空機のわずか13メートルへをり陸し、衝突を逃れたという事件が発生した。しかしイズレール航空側はこれを、イズレール航空の離陸を妨げるように、貨物機が離陸体制に入ったという虚偽の事故報告を行い、パイロットと重役数人が解雇されるというスキャンダルが発生した。 2007年5月イズレール航空機がエーラートからテルアビブに飛行した際、ベングリオン国際空港の整備士が機体に小さな穴が開いているのを発見した。これはエーラート空港の時点で搭乗用の移動階段が機体にぶつかった時に開いたものであり、エーラートの空港職員がこれを知っていたかどうかの調査が行われている。なおこの飛行機は テルアビブ到着後イタリアに向かう予定で、もし、テルアビブの整備士がこれに気づかなかった場合、国際線が飛行する。高度1万メートル前後ではこの穴が原因で機体が爆発していた可能性が高かった。ありがとうございます。